はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ツイッチで久しぶりにトルネコ大冒険、やっていきたいと思います。6回目の配信ですね。よろしくお願いいたします。ぜひツイッチのアカウントフォロー、それからチャットコメントお願いいたします。ツイッチマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画2日後、21時頃にプレミア公開で YouTube にアップロード予定です。 YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。プリーズ YouTube マイチャンネル赤、This live upload two days after my YouTube channel subscribed and good button please。 旧 Twitter である X のアカウントもフォローもぜひお願いいたします。また、リポスト、いいねもお願いします。 TwitterX my account visit and follow pleaseAnd repost and good button please。 では始めていきますか。まず1階ですね。OK。焦らないことが大事。奥があるのか。レベルアップ。ああ、腐った。パンはパンでも腐ったパンか。インパス2つ目ですね。困ったもんだ。なるべくやっぱり使っていかないとあかんよな。またインパスか。さすがにちょっとまずい。まあでもまだいっぱいいっぱいにはなってないから、当たらないな。ああ、そういうことか。まだ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 、早い。
ここで薬草を使って最大ヒットポイントを上げる。モモンジャか。まあ強いんだよな、モモンジャは。奥さん惑わしそうか、目つぶしそう。で盾だ。レベルが上がりました。あ、いいんじゃないでしょうか。三鏡の盾、あ、プラス3だ。しかもかなり強力です。この盾は錆びませんからね。まあ、本当の最強の盾は腹をすかせなくする川の盾ですが、あ、マップマップ、まあ、三回目の盾も十分いいと思いますよ。守りはやっぱり基本だからな。行き止まり？あ、行き止まりじゃない。モモンジャか。挟まれないようにしましょう、なるべく。ピセイドウ盾はポイだな。武器として使おう。あれ結構広いな。パンダ、あ、これはいいパンですね。足りなくなった腐ったパンを捨てよう。あ、罠が出てきましたね。お、ダイヤの指輪だ。は当然装備、とりあえずは装備。これで結構力高い、力11ですからね。またインパス、インパスしかないのか。行き止まり、一発やった。また大きなパン、いいですね。え、いや別に戦う必要ないよね。減ってきたが、まあ矢を持ってないからな、まだ早いよな。こっちか。レベル4に上がれば十分でしょう。このいきなりモモンジャとの対戦。またパンダ。今 16% か。なんか極端だな。
戦いたくない、戦いたいとは思わんしな。グールだ。握手会。挟まれたらちょっと嫌ですけどね。レベルアップです。なんだろう、またインパス。いや、さすがにインパスはいらないです。まだ 9% ある。これは欲しい。あ、ラストか。あ、ここで。7%。草は1個で 5% ですからね。ようやく腐ったパンを置こう。これであとは枠は2つ。するな。あー、ちょっと嫌だな。ここは先に行き止まり。そっか、お化けキノコが出んのか、こっから。83% か。こんもんじゃ。さあ、あっという間に5回達成しましたね。ん？なんだろう。まだ武器持ってないんですよね。ことは拾えたけど、あ、イオウマキオの2つ。あっと、木の矢が2本目だ。記録を一発で倒せるまではまともに勝負しちゃ本当はいけないな。ん？青銅盾を投げる。ああ、あ、これはもうやるしかないってとこですね。まず木の矢を装備して、その上で青銅盾を投げて、あんまり攻撃力は強くない。レベルアップ。パッド。
音切りそうだ。でも音切りそうは1個は確保しときたいですね。いらない。制度マーボー、なんだろう、お金か。まあレベル6ならいっていいでしょう。なんだろう、あ、川の盾だ、欲しいよね。まあでも敵が見えなかったからな、しゃあないよな。まだこの階層でももんじゃ出てくるんだ。またパンだ。あ、腐ったパンか。今大きいパンが1、2、3あるんだ。3あるんだったら十分だよな。海か。あ、なんだ、剣だ。刀剣だ。うん。用が今三つあるのか。何がいいんだ。脱出は逃げていくからな。三つ星草の方がいらんよな。一応インパスで、ただの銅の剣。まあ何もないよりいいでしょう。今、剣の強さはゼロだが、3か。そう、3。エグスリソウ1個飲んどこう。今度は木の矢が目つぶしそうを置いて鉄の矢に変えよう。これ何だったっけ。いらないいらない。握手会。レベル上げときたいよな。上がった。そうか。あ、間違えた。途切り、もう一回復する必要があった。あ、行き止まり。動かない。こいつはいらん。もらえるけどな、なるべく戦
戦いたくないな。まあまだ戦わんどこ。必要な時に戦う。お、サンゴの指輪。三つ星そう言ってインパスでサンゴの指輪。あ、出た、腹減らず。あー、まあ装備かな。まあ 26% か。でも大きいパン3つあるからそんな腹減らずいらんのだよな。レミーナか。正規か。あ、悩むな。おまけキノコか。金の剣、金の剣いらんよね。腹減らずやったらもう腹減ることないんだった。あれ、なんだろう。そう、パスが一つ、地獄耳一つ、イオが三つ。腹減らず強力すぎるよな、やっぱりね。腹減らずと力持っていけばまあ勝てんじゃないかな。キーパーが今2つ。だってさ、回ごとに回復して挑めばいいわけだから、まあ、まともに勝負しない方がいいけどな。薬草か。とりあえず置いて薬草飲んで、
あ、強い。しかし、おとぎ層があるのか。いらん、鋼鉄いらん。インパスはラストか、ない方かいいんじゃないかな。ウロコか、微妙だな。いろいろもらえるのはいいんだけど、火炎草とかも欲しいな。毒を立ていらん。腐ったパンいらん。酸は錆びない。銅剣か。おとぎり草は今まだ回復しきれてないんか。刀剣って3だったような気。火炎草2つ上欲しいよな。あ、危ない危ない。OK、 おとぎり草2つ上手に入れた。そう持てないんだよな。腹減らず両方持ってるから。え、なんかこぼした。いや、こぼしてない。むし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 、動き出した。いらんよな、ま、持って帰るにはいるかもしれんけど。あ、インパスだ。お金だ。大丈夫でしょう。あー、くそ。うそ。なんと。
立て。どこなんだ。あー、いらん。出っ張りか、あとは。トラマーナーとかいろいろあるな。地獄民ぐらいしかないや。本当に足りなくなるんだよな。エグスリソーとか。あ、そう、鉄の金庫は絶対使わないといけないからな。そう考えると、ここで読んどくか。キメラと戦いはじゃないよ。なんだろう、インパスか。インパスばっかりだな、本当。な、縛り微妙だな、存在意義としては。今何個ある？いや、9個か。いきなりお前かい。どうかな。わあ、またいる。火炎草使うしかないや。それは1個しか持ってないのか。なんだこのキメラの、インパスっていくらある？いらない。補欠屋はいらない。置く。あ、まあ戦おう。トギリソって、あ、2つあんのか今。でこれで音切り草を飲んで、あ、行き止まり。回転するだけ。あー、盗まれた。強くなったな。あ、イオの巻物だった。
火炎草まだ手に入れた。全然怖くもなんともないや。ボーナスステージ、始まりか。やばい、そうだった。うわ、毒矢だ。うわ、しかもこれ絶対通らないといけないもんね。毒結晶が欲しい。するんだ。めっちゃいらん。メッキって投げられるんだっけ。そっかね、だんだん雑になってきてる。腹減らずあるからな、こちらには。なんだろう、木の矢か。薬草が、地獄ミーは1個は欲しいよな。インパスか、そこまでいらんよな。イオの巻物の方が欲しいかも。OK。 イオは2つ持ってんだよな。メロパニは確実性が窓足よりないからな。ああ。力が落ちちゃう。あ、やっちゃった。入ったね。で、毒矢でしょ？逃れられないもんな、毒矢。またかよ。
金か。結構お金もらえてるよな。これお金借りやられたとしても半分だからな。あ、くそ、笑い袋が、笑い袋は待機していた。意外と硬い。いけないんだよな。そう、雪止まりにな、雪止まりになっちゃってるからな。道開けるためには爆破しないといけないという難しさ。何？傘持ってないんだな。でももう特に使うところもないんだよな。なんだろう、追い詰める。地獄耳か。地獄耳の方がいいもんな。止まった。ミッキーラン。あー、びっくりした。動かない石像だった。そがない。これ
し、止まった止まった。あー、ハラヘアーズが2つ目か。強い。ちなみに、そうか、あ、でも、爆弾岩がしぶといんだよな。はい、あれ？結構ダメージが。勝負しない方がいいな、やっぱ爆弾員は硬いし攻撃力も意外とある。倒しとこう。結構寝る時間が長いからな。あれ、なんだっけ。あ、盾か。盾はいらないや。ワープゾーン。縛りは微妙だな。まあ降りてもいいけど。行き止まりなんだ。強くなったな。でもキメラ相手に
あと泥人形がこの辺りいたような気がするんで、あーゴーレムか、お金稼げる硬いやつ。あもう勝負せんどこ。なんかゴーレムをやばい。ゴーレムはちょっとやばいな。また毒矢かよ。スカラってなんだっけ。スカラ盾の強さが上がる。そこまでして取るべきかな。あここへラリホーの杖だ。欲しい。千里眼。あ、なんかアイテムが集まってるとこがある。あれきっとあれだろうな。なんかある。くそ、偽物か。ミークって結構強いんだ。窓。あっやばい、泥人形が。落とし合いした。もうこれ降りよう。なんだっけこいつ。は？シャドウ？が悪かったか。最後はいい線までは行ったと思ったんだが。
部屋もできた。やっぱり力の方が腹減らず、こういう風に囲まれた時はやっぱり無力なんかな。え？降りれない。秋になりましたね。駅か。毒消しを早くも手に入れた。次、まイカズチを杖だな。何回使えるかわからんけど、高いか。ルーラソー、ルーラソー1個も手に入れられなかったんだよな。あれ、これはいける。マイケルとは剣がないとない、手に入らないよな。あ、違う、後ろからだ。
の剣でバイキルトは使いたくないな。一応装備はするけど2だもんね。やっぱ攻撃は最大の防御だと思うわ。なんとなくそう思う。結局自分一人で戦ってるわけだから、攻撃は最大の防御かもよ。特に後半になるとそんな感じもしてくるな。やった、川の盾だ。これはでかい。なぜなら腹を減る割合が半分になるから、これスカラで確実に強化したいとこですね。微妙だなあ。あ、これは当然使う。全部スカラでもいいぐらいだぞ。あ、時間を立て、これは使う。邪魔だな。まあ動かんだろうから。左か。お、鉄の矢が増強された。あ、腐ったパンダ。スターハウス。いや。え？は？
いいね、感想。インパスって持ってたっけ？持ってない。鱗を立てはいらん。大きいパンダ。メッキ、メッキってあれ？あー、いや、メッキはいらん。刀剣か。耐えキルト使うか。メッキはいらん。鱗の盾いらん。金の剣いらん。27% か。薬草が1個か。何の指輪か、インパスがないから分かんないよな。OK、やっぱり力こそパーなんだ。消そうって持ってたっけ？持ってないよね。今何 21% か。火炎草が2つあってメダパニ草が2つあんのか。メッキの巻物はいらんよね。まあ蚊の盾が持ってるとはいえお腹は減りやすいよな。
イオが一つだけか。金の剣いらん。当然イオの巻物。ミイラ男を一発でやれるんだ。やっぱり力こそパワーなんだな。来た、インパス。綺麗な指輪いらない。来た、インパス。いらない。やった、ドラゴンキラーだ。あ、でもちょっと待ってよ、変わらない。まあドラゴンキラーの方がいいかもしれないんで、あ、力は足りない。イオか、イオ巻物は欲しいな。メタパニソー当てにならんしな。言うほど。なんだ俺、ワープか消えるついだな。早く
はい、ツイッチで配信を行ってます。よろしければツイッチのアカウントフォロー、お願いいたします。あ、やばい、お、怖い怖い、あ、こいつ、力こそパワーとは言うものの、いや、いらん、インパスだ。とりあえず窓は室を置いて、バシルーラか。あ、そうだ、飛ばすこともできるんだ。力こそパワー。か、まあそんなにいらん。オッケー、鉄の矢ゲット。ん？何これ、イオか。イオ欲しい。イオの巻物は一つ持ってるけど、まあメダパニスを置いて手に入れるかな。まあ、この辺がやっぱりローグライクだよな。火炎草だ。火炎草今3つ持ってんのか。すごいな、メダパニスを置いて火炎草にて、火炎草にチェンジ。音切りそうだ、やった。さあどうするかな。惑わし草が2つ、目つぶし草が2つあるんで、音切り草に切り替えよう。すごいな、住むものな、住みたいもんね。なかなかしぶといからな。確かに。とか関係ないしな。あ、やばい。
そうかもしれんけど、あー大きなパンか、欲しいな。今は6割、まあ大きなパン食べて、大きなパン手に入れて、おこれで4割得するから、え、あーくそ、パスないんだよな今。じゃあ倒すしかない、どっちにクエスチョン倒すしかないかな。いやまだ倒さないでいい方法もある。あ、どっけしそうやん。あーでも、あー赤い層があって、トギーそうだ、トギーさ1個持ってんだよな。トギーそうをここで飲む。行き止まりか。なんだろうこのウゴちゃんの。たかどんどん増えていってるんだが。あ、また音切りそうだ。12になったな、力の限界が。まあ力こそパワーだからな。え、何？全体がモンスターハウスなんかこれ。イオは？あるある。キメラもやっつけるんだ。どうなってんだ今、どこにいるんだ。グリーバットを倒さないと。腐ったパンか。
きいパンが、腐ったパンが2つか。パン食べてよ。あ、バイキルトだ。あー、毒矢だ。やだな。いらん。パンだ。正規だ。正規って持ってない。まだそう、うらそう、途切れそう、火炎そう。インパスが、インパスじゃない、銀の矢か。いい流れだ。チャンスあるかも。あ、インパス来た。難しいよね、これ。レミーラ置いて、なんかの指輪、あ、これ腹ペコの指輪か。これだっけ。これでもない。これでもない。これだ。イボリオスか。イボリオス大事やもんな。あ、リミーラいいや。鏡？今何持ってたっけ？カノタテか。まあ三日神なんかいらん。
アポフィーソーダ。なんだろう、梱包。あ、こいつはいらん。ドラゴンシールド？あーまあカーモ盾でいいけどな。ただドラゴン系は結構意味あるんだけどな。なんだろう、単なるボーナスだった。嘘。敵は？ああ。ああ、クソ。初めてを変えそうか。あ、強いよな。まあ、最悪ルーラソーっていう手もあるから。するかだよな。なんだろう。まあ、バイキルトはいるよな。ちょっと待った。とりあえず早いこと。そんなか、盗みやがって。
つは会いたくないな。どこにあるんだ。リリスはない。あ、絶対絶命やん。これは無理だろう。ルーラソー、まあ、どこにいるんだ。もう一回イオの、あ、守ってないんだ。あ、おとぎ磯がある。しかし囲まれている。縛り、窓足、ドラゴンキラー、窓足、あ、終わった。終わったわ。これは運が悪かったと思う、単純に。悪くなかったんだがな、そっちの攻撃は最大の防御は。こういう時はやっぱり聖域か。
っと初動が大事かもしれんな。まあ無理だったら階段に行く最短のルートを探さないとダメだろうな。ちゃった。鱗は錆びないんだっけな。まあ缶の方がいいんだけど、贅沢は言ってられないね。千里眼はアイテムが分かるんだっけ。二つ目だな。シャナックが手に入るからが。34% か。あ、早くもリレーミットだ。セーブはいらん。
まあ早くも。待ってね。ああないな。毒消しを持ってるわけでもないからな。あれ？力9分の9って書いてある。いらんよな。さあ5回です。あ、鉄の斧装備したいが、ああ毒矢が、また毒や、毒消しそうって持ってたっけ？持ってないよな。
あ、やっちゃった。あ、分裂をついだった。いらんよね、分裂の杖なんか使わんよな。今リレミト持ってるんだっけ？持ってるんだよな。するものはないな。といってここまで来たら行き止まりになっちゃうから。まだ終わりたくないもんな。あ、違う。しちゃったよ。まあ1ランク上がっただけでもよしかな。今回は
おい。はい、ということで、なんかリエミと持ってもなんかうまくいかないし、なんかうまくいかないですね。またあの時間のある時やりましょう。ぜひ、Twitch のフォロー、 YouTube のチャンネル登録お願いします。 YouTube でアーカイブも流します。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。